トーチ、豆腐同様に、を、超音記号で表記して、トーチという場合がある、とは、大豆、または黒豆に塩を加えて、発酵させて、水分を減らした食品。真の時代に製造されるようになったと考えられている。別名に影、有、宿、死などがある。方言名に、トーチか、豆発、豆缶などがある。なお、トーチの語は、多くの中華食材と、 同様、中国語の発音をそのまま音写したもの。日本語の音読みによった読み方は、闘志、または、紙であり、特に気薬としては、こちらの故障を用いる。日本では、という漢字に、馴染みがなく、また、日本で広く流通している、ジスウェックス0 2 0 8に含まれていない文字であるためか、型の似ている、つづみという別字が当てられ、マイクロソフトオフィス i IME 2010の、 変換候補にも登録されていることから、トーチーと書かれることが少なくない。しかし、この二つの漢字に、音韻上、意味上の関連はなく、全くの別字であり、誤字と呼んで差し支えないものである。作り方としては、黒大豆を水で戻してから、蒸す、もしくは茹でるなどして、塩、麹と酵母の混ざったものを加え、発酵させた後、露天で水分を減らして仕上げる。 現代の日本の浜納豆や大徳寺納豆などの寺納豆によく似ており、これらは中国の統治が元人によって奈良時代に日本に伝えられたものとされている。塩の有無や用いる微生物の種類、元水量などによって多種多様に分類される。豚スペアリブの統治蒸し塩辛く風味が強いが、アミノ酸などの旨味成分を多く含み、まろやかなコク味と、 ふくよかな香りも合わせ持つため、料理の味に奥行きを持たせることができる。刻んだものを、ホイコーローや、魚介類の炒め物などに用い、また、素材と合わせて蒸し、味と香りをつけるのにも用いられる。関東料理、四川料理、湖南料理などの調味料として多用される。代表的なレシピ、商品には次のようなものがある。生薬としては、 当後継工程による名誉別録にはとして収載され、召喚論を出典とする漢方薬口なし湯などには、項の省薬名にて配合されている。また、塩分を減らして作ったものが泡トーと呼ばれ、中国漢方の風邪薬や外用薬によく配合されている。これに対して、調味用の普通のものは関ト地と呼ぶ。 中国南部都市仙省での製造が多い一方で、中国東北地方ではほとんど製造されない。産地によって、麹花瓶の作用が強いものと、酵母菌の作用が強いものなどの違いがあり、風味も異なる。ありがとうございます。